これより、ベースフード株式会社2025年2月期第2四半期決算説明会を開催いたします。本日はご多忙の中、決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。開催にあたりまして、各種お願い、ご連絡事項を申し上げます。本説明会は、決算報告の後、質疑応答の時間を設けております。質疑応答は、コントロールロールパネルの Q&A 機能よりテキスト形式にて16時40分までお受け付けいたします。16時40分頃から質疑応答に移らさせていただき、頂戴したご質問を読み上げ、ご回答を申し上げます。お時間の関係上、すべてのご質問にお答えできない場合もございます。あらかじめご了承ください。なお、チャット機能は使えませんので、何かお困りごとがございましたら、Q&A 機能にてお知らせください。また、説明会終了後、3分程度のアンケートをお願いしております。ご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、これより2025年2月期第2四半期決算についてご報告させていただきます。ベースフード代表の橋本です。第2四半期決算説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。弊社のミッションは、食をイノベーションし、健康を当たり前にです。もっと簡単で、もっと美味しくて、もっと体にいい食を作っていくことで、もっと多くの方に食べていただき、もっと多くの方を健康にできる、そういう思いで創業し、もう8年半経っています。また、今後もそのような形で、続けていきたいと思っています。まず、2025年2月期 Q2 第3期の実績をご説明いたします。まず、売上高に関しましては、39.1億円となり、第1四半期比で6.9%成長できました。前四半期に続き、販促強化と商品力向上により堅調に推移しました。また、商品値上げを行いましたが、マイナス影響は想定より軽微に収まり、ブランド力の強さが示されたと考えています。また、営業利益に関しましては、マイナス3000万円となりました。こちらは計画通りに赤字幅を縮小しました。四半期の末月である8月に商品値上げを実施し、収益性が改善した結果、8月単月では黒字化を達成しました。これにより、この後の第3四半期以降、及び通期での黒字化の改善性がさらに高まったと考えています。次に、決算ハイライトです。繰り返しになりますが、8月単月で黒字化を達成しました。こちらは第4四半期の末月であり、商品価格の値上げの影響が反映されたものですので、今後の大事な試金石になると考えていました。売上高に関しましては、前四半期比で6.8%伸びていて、売上総利益に関しましては10.5%伸びています。また、営業利益に関しましては、営業利益に関しまして4億円伸びています。こちらは大幅に伸びたと考えています。ので、赤字幅が大幅に縮小し、通期の黒字化の概念性が高まったと考えています。こちら、昨年は、イレギュラーと言いますか、特異的な事象がありましたので、推移をご説明する必要があると考えています。まず、昨年通期の第2四半期に関しましては、3大コンビニチェーンで導入が一気に進んだ時期でしたので、売上も大きく成長し、また、それまでに仕込みはしていたものの、その時期に広告宣伝費が多くかかるわけではありませんので、営業利益も高く出ています。その後、自主回収をさせていただくことになりまして、で、そちらの対応に今、全力を尽くし、また、品質保証をさらに強化し、それ以外のリスクマネジメントも強化したという時期が続きました。その間は、そちらに注力し、例えば新商品の開発ですとか、小売店様への営業ですとか、あるいは広告宣伝活動みたいなものは、していない時期がありました。その後、素早く業績回復に向かうことができました。昨年通期の第4四半期から比較すると、第1四半期、今通期の第4四半期、今通期の第2四半期と、成長することができています。こちらに関しましては、やはり自主回収の後、しっかり成長することができるというのは、大変ありがたいことだと思っています。今後も成長を続けていきたいと考えています。
で、キャリア別にもご説明いたします。特に今期大きいと考えているのは、8月の価格改定約10%の商品値上げにおいて、定期購買者の注文数の減少ですとか、解約率の悪化というものが想定していたよりもかなり小さかったということがあると思っています。こちらはそれまでに積み重ねてきた美味しさの改善ですとか、バリエーションの向上、またはサービスやマーケティングの改善の結果が出たと考えています。解約率に関しましては、過去最低水準の値を記録していますし、LTV に関しましても過去最大水準の記録となっています。引き続き、継続率や LTV の向上による売上成長を努めてまいりたいと考えています。店舗数に関しましては、5万530店舗で着地いたしました。第2四半期には含まれていないんですけれども、第3四半期の頭である9月4日には、首都圏のマイバスケット全店舗に約1175店舗、9月4日時点で発売開始されていますし、9月以降はスーパーにも中心に拡大予定です。こちら右にありますとおり、ドラッグストアやスーパー様というのは、拡大余地が大きくあると考えています。まあ、先ほどご説明したとおり、自主回収の対応している最中は、なかなか営業というのは難しいんですけども、その際も真摯に対応することによって、まあ、信頼を獲得し、まあ、その後営業活動を開始し、導入していけると考えています。こちらは第3四半期以降の結果として示せるのではないかと考えています。また、店舗当たり売上高も伸びました。こちらは新商品の混ぜそばを導入したりですとか、あと特に大きいのは、まあ、後ほど説明しますけれども、パッケージですとか、店頭の重機、ベースロードを置かせていただいている棚の説明なんですけれども、そうしたものをリニューアルさせていただいたこと、また商品値上げの影響が想定以上に良かった、小売店様においても想定以上に良かったということが要因だと考えています。また、個別の小売店様におきましては、まあ、例えばコストコ様のような客単価の高い量販店の導入も成功しています。海外事業につきましては、やはり今期は全体の黒字化というのが非常に大事だと思いますので、黒字化に向け広告費を調整していますので、販売袋数としましては11万袋で着地しています。ただこちらは戦略的な判断によるものでして、10月より香港の現地コンビニエンスストアで圧倒的シェアを誇るセブンイレブン様にて100店舗からテスト展開開始が決定していますので、まあ、このような形で、日本での成功や競争優位性を生かす形で、多くの広告宣伝費に頼らない形での効率的な売上成長というのを図ってまいります。また、中国本土に関しましても、まあ、現地企業、まあ、日本でも提携しているような製造拠点を持っていたり、また、販売拠点、スーパーさん等への販路を持っているような、まあ、現地の企業とのパートナーシップによる売上成長というものも、まあ、具体的な準備を進めていますので、こちらも、追ってご説明できることがあるかなと考えています。利益に関しまして、売上総利益率は原価削減と8月の商品値上げにより54.2%に改善しました。営業利益率も広告費の調整やその他販管費削減の結果、マイナス1%まで大幅に改善しました。また、四半期末月である8月に商品値上げを実施した結果、8月は単月黒字を達成し、通期黒字化に向け着実に前進しています。売上総利益率のグラフを見ていただきたいんですけれども、昨年の第3四半期ですね、は商品の自主回収をさせていただいたので、まあ、こちらで、まあ、しっかり対応させていただくことによって、原価率、売上総利益率は悪化しています。まあ、その後、原価削減ですとかを引き続き継続していますし、商品値上げもさせていただきましたので、着実に成長していると考えています。これは一過性のことではなくて、まあ、ベース度というのは、より美味しくしていくことで、より価値を高めていく、またより効率的に生産できるような原材料の配合ですとか、あるいは工場での生産性を上げていくということに取り組んでいますので、それによる原価削減を継続することで、売上総利益率を上げていく、まあ、これは一過性のトレンドはいろいろあると思うんですけども、引き続き継続できるものと考えています。また、営業利益率に関しましても、まあ、こちらも推移を説明する必要があると考えています。去年の第2四半期に関しましては、
三大コンビニチェーンの導入が進みましたので、それ自体は広告宣伝費がかかりませんし、まあ、弊社の生産量の兼ね合いもありますので、コンビニ側に寄せさせていただいたということもあって、まあ、その時期は高い営業利益につられています。まあ、その後、自主回収等もあり、営業利益率は悪化していたんですけれども、その後、改善が続き、第2四半期に関しましては、マイナス1%のところまで縮小してまいりました。また、四半期の末月である8月に関しましては、9400万円の黒字を記録していますので、こちら第3四半期以降と、通期の黒字化の蓋然性が高まったと考えています。第四半、全四半期比の利益変動要因についてもご説明いたします。売上原価に関しましては、原価削減と8月の商品値上げにより改善しました。第3四半期以降は、商品値上げというものの反映がより全体にされていくと思いますし、原価削減というのは引き続き継続してまいります。また、荷造り運賃費に関しましても、商品値上げの影響もありますし、また、オペレーション改善は継続してやっていますので、それによってさらに、倉庫人件費の削減に成功しています。また、広告宣伝費や販売促進費に関しましては、計画通り、四半期ごとの獲得戦略に沿った結果、改善しました。こちらは、獲得というのは季節性もありますし、まあ、計画に沿って四半期ごとに調整していますので、まあ、その結果通りかなと考えています。また、人件費に関しましても、まあ、第一四半期以降、計画通り、新規採用を縮小した結果、改善しています。まあ、こちらも上場前に、上場後のエクイティストーリーを考えて、多くの方を採用したんですけども、十分なタレントが採用できていると考えていますので、これ以降の積極的な採用活動というのは、無料でも成長できると考えています。また、固定費に関しましても、より筋肉質にするような改善をしていて、改善しています。それが積み重なった結果、営業利益率というのは、マイナス1%の値まで削減することができ、繰り返しになりますが、8月の末月に関しましては、黒字を達成しています。第2四半期で多くのことをしましたので、それをご紹介したいと思います。Facebook というのは、非常に優秀な社員が精力的に活動する結果、四半期ごとに多くの成果を出すことができていると考えています。まず、新商品に関しましては、第2四半期では計4種類の新商品を販売し、第1四半期から引き続き、新規獲得及び既存ユーザーの LTV 向上を目的とした商品展開を強化しました。下期は、売れ筋であるブレッドシリーズに重点を置き、新商品とリニューアルを推進することで、成長を加速させてまいります。こちらはもちろん、広告宣伝も必要だと考えますが、ブレッドシリーズのバリエーション展開により、広告宣伝に大きく頼らず、売上成長ができると考えています。まず、こちらにつきまして、まあ、こちらは、我々もともと、期待をしていた商品ですし、まあ、シニア世代への販売拡大という戦略的な意図もあったものなんですが、想像以上に、売れ行き好調になっています。もともと高い期待だったんですが、想像以上に売れ行き好調となっています。こちら、第2四半期に関しましては、自社 EC のみでの販売だったんですけども、まあ、発売から2ヶ月、で、定番人気商品トップ3に続いて上位にランクインしています。これは非常に早いです。で、人気になっています。1人当たりの定期購入袋数も全 SKU の中で2番目に多く、強い支持を得ています。このような新商品というのは、新規獲得効果だけじゃなくて、未購入者の復帰、一度買ったけどやめた方にご連絡することができて、その方が試すために復帰するということもできますし、購買単価の向上にも寄与しています。また、こちら10月から小売店での販売を開始し、まあ今ちょうど初速が出てるんですけれども、まあ、好調な初速を記録していますので、まあ小売店での売り上げの拡大に向けて、まあ、重要なステップであると考えています。また、やはりこちら40代、50代の方にも人気が高くてですね、ユーザー層の拡大に寄与していますし、まあそれをさらに拡大させていきたいなと考えています。まあ、ベースオートというのは、まあ、健康寿命を伸ばすこと、社会課題解決の一つの目標として創業していますので、やはり、高齢の方で、まあ、料理する時間がなかったりとか、だけど、例えば、転んでしまったりすると、まあ、筋肉がもともと少なくなっていたり、
が骨が細くなるような方、多くいらっしゃると考えています。そういう方々がすぐに食べれて、大好きなあんぱんというのは、非常に人気が出ると考えていますので、まあ、こうしたものを戦略的に使っていきたいと考えています。また、旨辛まぜそばについてもご説明したいと考えています。こちら、また20代から40代の男性ユーザーに人気となっています。パンとは異なるユーザー層を拡大に寄与しています。弊社は創業はパスタで創業していますが、まあ途中よりパンの方が人気が出て、まあ、研究開発のリソースも、マーケティングのリソースもパンに寄せていて、まあ、パンの売上比率が非常に高くなっているんですけども、こちらのそのカップ麺みたいなものは、ベースブレッドユーザーの方にも受け入れてもらえる、なおかつ既存商品と兼ね割らない、一人当たりのライフスタイルの中でもそうですし、お客さんも変わらない部分があると考えていますので、一つの柱になるのではないかなと考えています。まずそばに関しては、味もすごく美味しいという好評もいただいています。こちらはただ、カップ麺に関しましては出したばかりですので、改善の余地がパン以上にあると考えていますので、今後もクイックにリニューアルを重ねて、美味しさを改善していく形を考えています。あとはベースクッキーに関しましては、甘いフレーバーがほとんどなんですけども、こちらはしょっぱいフレーバーを出しました。まあ、仕事中の間食ですとか、まあ、リモートワーク、ないし、まあ、例えばおつまみとかね、そういった形で使える商品かなと考えています。まあ、カップ麺やクッキーというのは、まあ、賞味期限もパンより長いですから、会社戦略においても戦略的に使っていけると考えています。はい。次ですね。新商品の販売や、あと商品リニューアルも行いました。それに加えて、創業以来初めて、ベースブレッド全シリーズのパッケージデザインを刷新しています。これにより店頭購入の促進や、ブランドとしての価値向上が図られると考えています。ベースフードの旧デザインは、左下に書いている通りなんですけども、ベースフードというのは、まあ、ご案内の通りかと思いますが、インターネットでの販売を中心に成長してきました。小売店での販売というのは、創業してかなり後になってから始めたことです。その創業以来のデザインを続けてきていました。インターネットで購入される方は、パッケージを見て購入するわけではなく、ウェブサイトを見て購入して、購入した後にパッケージを見るものであります。ですので、弊社のパッケージは非常にシンプルで良かったと考えています。そのパッケージデザインのまま、小売店で大きく売れたということは、非常に驚異的なことだと考えているんですけれども、一方でコンビニで来ていただいたお客様に、弊社の魅力を感じていただいて、弊社商品の魅力を感じていただいて、中身を理解していただいて、購入していただくっていうものに関しましては、成長余地がかなりあったと考えています。ですので、このパッケージ変更をすることによって、例えば、コンビニでの店舗当たりの売上向上にも寄与しています。し、買ったお客様がベースフードの価値を理解するということにつながっていると考えています。ベースフードの価値というのは、全粒の小麦ですとか、大豆というような自然の原材料を配合した自然なパンというような商品であるということです。そこを、全粒小麦の写真ですとか、小麦の写真です。小麦の写真や大豆の写真。ないし、全粒粉ベースというような文言によって説明していますし、また、もともと商品が美味しいのかどうかもわからないという、機能性を特に押した商品だったんですけれども、より美味しそうなチョコパンですとか、全商品の写真を書くようにしてますし、それぞれ、なんでしょうね、人間がしっかり作ってる商品で、そうした開発者を中心とした、社員の手書きのサインを入れるとか、そうした形によって、購入意向を向上させてるだけじゃなくて、ベースフードブランドをより好きになる、理解し、信頼してもらう、こういったことは、ヘラの自主回収が非常に大事だと考えていましたので、そうした効果もあると考えています。また、ベースブレッド食パンプレーに関しましては、第一四半期にも改善しているんですけども、さらに改善を繰り返しています。ベースの良さというのは、改善を繰り返すことで、どんどん美味しくなってるねって感覚を持っていただくことだと思います。それによって継続しますし、良い噂も広がっていきますし、より多くのお客様に食べてもらえると考えています。で、これすごい大事だと。後で説明しますけれども、弊社技術開発もやっていますし、商品開発もありますので、技術開発で開発した要素技術というのを商品開発が食パンに搭載して、より美味しくすることができました。
より柔らかくなったりとか、よりえぐみが減ったりとか、より食べたい香りになったり、そうしたような改善を続けています。ココアに関しましても、栄養素特有の、苦味というのが、意識的には感じられなくても、無意識に感じられる部分があって、それがココアやチョコレートのフレーバーを実は相殺している部分があったんですけども、そこの改善によってさらに美味しくなる。はい。第2状況ですね。こちらご心配をおかけしていたと思います。第1四半期は私の、説明会もちょっとしてなかったので、さらに説明したいと思ってるんですけども、第1四半期の、決算発表のタイミングで、やはり自己資本の減少をご心配いただいていましたし、我々も当然注視していました。そこに関しましては、メインバンクである三菱 UFJ 銀行様より、5億円の長期借り入れ、こちらはもう長いスパンの計画も出した上で、信用していただいて、借りていますので、一過性の、ことによって、信頼が揺らぐことは少ないと考えているけれども、そうした形で、合計の長期借り入れ、こちら第一四半期の決算発表と同タイミングで発表させていただいているんですけど、そうしたパートナーシップによって、自己資本が減るというところに関しては、サポートさせていただいています。また、もちろん、それ以外の、銀行様とも良好な関係を築いています。かつ、8月末月ですね、第2四半期の末月が黒字化したこと、それによって、我々がその、ネガティブめに準備していた自己資本額ですとか、自己資本比率に関しましては、それよりは良い結果となりましたので、そういった意味では、今後、第2四半期、第3四半期と黒字を積み重ねていく、営業利益を積み重ねていくことで、自己資本比率というのは正常なポイント、水準まで改善していくと考えています。はい。次に、業績見通し。2025年2月期の業績見通しについてご説明させていただきます。はい。こちら、事業は、堅調に推移しているんですけれども、そしてまた成長力も十分にあると考えているんですけれども、後ほどご説明しますが、正確な見通しが難しい部分があり、上半期の売上高進捗に合わせて業績予想を修正しています。こちらは本当に大幅な売上高に関しましても、修正となりまして、大変申し訳なく考えていますし、しっかり反省して、チーム一同しっかり成長していきたいと考えています。また、修正後の予想に関しましては、確実に達成していきたいと考えています。こちら、YOY で比較すると、プラス5.7%と低成長に見えるんですけれども、先ほどご説明した通り、昨年というのは非常にそのジェットコースターのような特異的な時期だったと思ってます。上半期に関しましては、三大コンビニチェーンで一気に導入が進んで、もう現時点においては、三大コンビニチェーン様にはかなり多く入っていますので、それが一気に進んだ時期の後に、自主回収の対応させていただいたということがありましたので、本当にジェットコースターの、その上半期と下半期でしたので、そこは解像度高くご説明することが、より正しい理解につながると考えています。そうした意味では、一度、下期で、売上が減少した、あるいは売上を増加するような活動をしなかったことから、一つの底であると考えて、そこからまた再成長しています。そういった意味では、下期と下期を比較すると、プラス21%、1年間で成長していますので、そういった意味では、そういった実力はしっかりあると言いますか、もちろん自主回収、再度起こさないということを徹底してやってるんですけれども、その前提がある限りにおいて、またここをそこにして、売上成長が続いていける。また、元々の成長に戻せると思いますし、元々、ベース度というのは非常にロングスパンの事業だと思います。普通の、栄養バランスの悪い主食に対して、自然の原材料を中心にした栄養バランスの主食が、同じ美味しさになり、同じような原価になっていく、同じようなバリエーションになっていくというのは、10年、20年、30年かかることだと思っていて、ただ確実により美味しくなるし、確実により簡単になっていくし、より確実に体に良くなっていくと考えていますので、短期的なイベントがありつつも、長期では成長していける、そう考えていますし、本当にチーム一同の頑張りによって、信頼を回復して、しっかりとリスクマネジメントして、売上成長に戻せたと考えています。はい。で、売上高は大幅な下方修正なんですけれども、通期の黒字見通しというのは引き続き堅持しています。こちらは、今後の発展のためには、今期は大幅な営業利益率の改善と黒字化というものを優先することが良いだろうと
しっかり考えたので、そちらを選択させていただいていますので、営業利益率に関しましては、対前年通期で比べても6.4ポイント改善ということで、大幅な改善だと考えています。ちょっとやや恣意的かもしれないんですけれども、売上高を、底になった下期と下期で比較すると、20%、1年間で成長してますし、営業利益に関しましては、昨年と比べて6.4ポイント改善しているので、業績予想を修正したことに関しては重く受け止めているんですけど、堅調にしっかり成長させられているとは考えています。はい。で、売上高の見通し修正についてご説明させていただきます。こちらしっかりと反省して成長していかなきゃいけないと思ってるんですけど、我々にとって、新規であった、特異的であった点が2点あったと考えています。1点目は、小売店様、コンビニ様において、我々商品って賞味期限が長いので、実はいわゆるパンダラではないところに置かれているんです。もう賞味期限が本当に3、4日の日配品かつ惣菜パン、具体的にはソーセージパンやツナマヨみたいなものを作ったんですね。で、それを今期の通期の頭に入れたので、通期の中で、その売っていく予想を立てたんですけども、このやはり賞味期限の短いかなというものの、やはりその商品に生き残ることの難しさですとか、あと、その我々のちょっとより強気な価格設定をさせていただいたりとか、あるいはどういうそのメリットがあるのかみたいなものの、店頭でのその伝え方が不十分だったみたいなことはあるんですけども、その我々にとって新しくチャレンジした賞味期限の短い惣菜パンみたいなものの、そのコンビニでのその残り方ですとか、他への展開の仕方というものを見誤ってしまったことが一番大きいと考えています。またそれ以外にも、ロングライフのパンといいますか、弊社の主力商品であるベースブレッドに関しましては、予想がある程度つきやすいですけど、例えばアンパンというのは非常に好調なんですけども、例えばカップ麺等のそれ以外の商品に関しましても、それは完全新規となりますので、導入が思ったより時間かかってしまったりとか、コンビニさんの導入って定期購買と違って、半年に1回見直しがあったりするものですので、一度その遅延すると、通期に関しては大きく影響が出るというところは、我々もともとサブスクリプションでやっていたこともあって、少し予想を読み誤ってしまうことになったと考えています。そうした意味で、まとめると、日配惣菜パン、およびパン以外の商品の小売店での導入、スケジュールが導入をされるかされないか、あるいはどれぐらい展開されるかというところを見誤ったのが一つ。もう一つは、昨年自主回収がありましたので、その後購買の回復というのを見通す必要がありました。で、業績予想を出したときは、まだその回復といいますか、どちらかというとその自主回収にしっかり対応してたタイミングですので、しっかりした実績データがなくて、ここを少し高く、その小売店様の自主回収後の購買の回復に関して見通しが、困難な部分があって、満たした部分があります。こちらに関しましては、成長はしてるんですけど、見通しに対して満たしたということだと考えています。こちらに関しましては、もう一定回復していますし、またアンパン等が10月に出て、好調な収束を記録していますので、そのあたりに関しましては、今後は成長していけると考えていますので、少し繰り返しになるんですけれども、非常に反省しますし、今後ないようにしたいと考えているんですけれども、今までなかったその日配パンの導入、ないしパン以外、カップ麺等の導入、パンケーキですね、の導入、プラス自主回収からの回復というところに関して、その小売店様の売り上げに関して見誤ったところが、業績予想修正の理由だと考えている。第一四半期の決算もあまり、それに対して良くないものだと思うんですけど、第一四半期の時点では、まだかなり残っている。で、その幅もありましたので、達成可能だと考えていたんですけども、もう第2四半期の時点でかなり半分経ちましたから、事実もかなり出揃っていると考えて、こちらで修正させていただいています。で、そうですね、繰り返しなんですけども、堅調な成長は続いていると考えていますし、特にいわゆるベースブレッド、ね、その日配パンじゃないベースブレッドの、
強みやユニークさっていうのをよく理解しましたので、そこをレバレッジする形で、例えばこの下半期というのは、そのベースブレッドシリーズの、フレーバー違い、ニッパイパンじゃないもののフレーバー違いとかを出していく。で、そこは学びに変えて、成長に変えていけると考えています。はい。次。で、営業利益に関しましては、売上高の下振れによって、売上総利益が大きく減少したんですけども、原価削減等を非常に進めまして、売上総利益率の改善や、あるいは、また経費の見直しによる通期黒字っていうのは引き続き達成できると考えています。ここは先ほど述べた通り、やはり今期は、通期黒字化というのを掲げていましたし、こう、しっかりやるってことが、自己資本比率も下がっていましたから、まずは一番大事だと思います。今後の成長につなげることが大事だと思います。なので、売上高か営業利益とこちらを優先いたしました。で、売上高修正により売上総利益率は大きく減少しているんですけれども、原価削減を、さらに、見通された時よりも進めることによって、売上総利益を増加させているというのと、あとそうですね、採用等を縮小しています。ただ、こちらに関しましては、すでに十分に必要な、十分な人材というのは採用済みであると考えています。チームがしっかり頑張っていただいて、本当少数精鋭で事業成長を継続できると考えています。で、事業成長を犠牲にしたという形ではないと思います。この、固定費ないし、その原価削減等につきましては、売上高の見通し修正で、費用をさらに圧縮して筋肉質になる良い機会でもあると考えているので、良き期以降の成長ですとか、利益率という意味では、ポジティブと考えてます。で、ここで固定費ないし、その変動費の中でも、売上に対して必要となるものを圧縮できたというのは、良き期に対してはポジティブな部分もあると考えています。はい。じゃあ、最後に、今後3カ年程度の成長についてもご説明したいと考えています。もともと成長戦略の部分で書いていたスライドというのは、本当に上場時の、ロードショーですとか、ご説明を、沿ったようなものでしたけども、そこからしばらく時間が経ちまして、フェーズも変わってきているのかなと思いますので、アップデートさせていただきました。で、そうですね。今までは、それでも、市況的にも良かったこともあるんですけど、過去は、第三者割合の調達を繰り返させていただきながら、大きな赤字を出しつつも、大きな売上成長を遂げてきたという形です。で、ただその後、上場していますので、この後は、やはり黒字の中での、売上成長を続けていくことは大事と考えていますので、今期は黒字転換というところを掲げていました。こちら自主回収があって、厳しくなるのは分かっていましたけれども、それは、続き達成するということで、達成に向かっていると考えています。なんで今年は、売上成長は前年比と比べると低いんですけれども、営業利益率に関しては、大幅に改善した年ですし、黒いかもしれないんですけど、下期と下期比較すると年間でプラス20%、ちゃんと成長していますので、年間プラス20%成長ぐらいの、その実力というのはしっかりあるのかなと。以降は、来期以降ですね、営業利益、しっかり黒字のまま、営業利益率、営業利益を改善していきながら、売上成長率は年間プラス10からプラス30%の範囲です。成長というのを継続していきたいと考えています。で、こちらも、もちろん、その積極的な活動は続けるんですけども、上場前に、リソースを大きく取りに行ったフェーズとは違うと考えていて、今いるメンバーがしっかり定着して、しっかり、成長を続けられると考えています。一定の時間をかけることによって、より美味しい商品、より簡単な商品、より体にいい商品になっていけるという確信もあり、今期はプロジェクトの方を優先させてもらいました。で、こちらの国内ターゲット市場も、解像度の高い、より3カ年ぐらいのものに、説明を変更させていただきました。で、麺とパンとスナックですね。当社が常に販売しているような商品の市場の中で、我々が競争優位性があって、顧客獲得ができるような領域に絞、まず絞、注力することにしています。それはやはり健康なものを食べたい。あるいは、時短です。パパと食べたい。
そして、晩ご飯とかではなくて、まあ、朝ご飯、まあ、昼ご飯、あるいは間食というこの組み合わせです。で、まあ、約4000億円ぐらいの市場規模が国内であると考えています。もちろん、そのベーカリーさんですとか、まあ、レストランさんで、弊社の商品を販売することができるんですけども、弊社の今のメインチャンネルが、まあ、コンビニさんですとか、定期購買ですので、その中で、まあ、小売店や、EC ですね、に絞ると、約3000億円ぐらいあるかなと考えていますので、まあ、それに対して昨年度の売上というのは約150億円で、まあ、十分成長余地はあると考えています。で、引き続き成長していきたいと考えています。で、そのための、まあ、戦略としてですね、あ、この3カ年程度の戦略に関しましては、やはりそのドラッグストアさんやスーパーさんの巨大余地ってまだまだあると思っています。まあ、健康なものはドラッグストアで買う、まあ、パンというのはスーパーで買うという流れがあると思います。一方で、例えばコンビニで買われる方とスーパーで買われる方は、まあ、ニーズが違ったりすることもあると思います。例えば、そのファミリー層がこうまとめ買いしたいとかあると思うので、例えば、そのコストコさんでやらせていただいたような、その見姿、この商品、お客様ですとか、まあ、チャラに合わせたものを出すということは、成長値があると思います。まあ、今までは、まあ、今も一定は継続してるんですけど、商品ラインナップを非常に絞るという形で、まあ、効率的な成長を遂げてきたんですけれども、そこは一定継続しつつも、より、その、ターゲティングしたような商品とか見姿、あるいは販売チャンネルというところで、成長余地があると考えています。また、健康経営を目指す企業のオフィスに導入してもらったりですとか、まあ、健康診断とか、特典保険証とか、あるいは老人ホームとか、そうしたものでも、簡便で健康になれる種というのは展開余地があると考えています。まあ、このあたりは広告宣伝費に頼らない形で売上高成長できる余地があると考えています。また、そうですね。チョコパンは、チョコパンかけるダイエットユーザー、パンケーキミックスかけるファミリーズ。いうような、あと、こしあんかけてシニアセルですね。そうした、プロダクトかける、顧客かける販売チャンネル、組み合わせで、より効率性を上げていく。その組み合わせで効率性を高めることが、成長として大きいと思う。いいようにします。次のページですね。で、またその、小売店で売ってる商品って限定的ですので、その後、例えば、チョコパン買っていただいた方に、まずそば粉のようなクロスセルに行って、購買単価を上げていけると考えてますし、まあ、闇雲に新商品は出さないんですけども、まあ、新商品のリリースですとか、商品改善というのを、解約率を下げるためにも有効ですので、それ引き続きやっていくということで、その広告宣伝費に多く頼らずに、トライアルを獲得したお客様を LTV を上げていく。というやり方ができると考えています。次のページお願いします。この次ですね。で、またここは引き続きですけど、まあその3カ年において先ほど説明したような、まあ顧客かけるチャンネルかけるプロダクト、まあそれは見姿も含むみたいなものの、組み合わせによる、より刺さる、そして効率を上げていくとやるんですけど、まあその、やはり手前としてやり続けることとしては、まあ、主食の生地ですね。まあ、パンも麺もクッキーも生地は同じですので、そのベースとミックスというものをもっと美味しく、もっと簡単にしていくということが、すべてにつながると考えています。それは、やはり小麦粉さえあれば、まあ、正直、クッキーを作ったりとか、パンを作ったり、カップ麺を作るのは簡単だと思うんですけど、つまり商品展開が早いと思うんですけど、当然弊社のベースフードミックスはそれはそこまで早くない。ので、それをより近い物性に近づけていくことによって、スピーディーな商品開発がどんどん意味できると思います。また、すべての商品を美味しくすることができると思いますので、美味しさというのはすべての基本だと思ってます。で、また、その、製造コストも下げていきます。配合の改善の余地もありますし、小麦粉でパンを作る時の工場での生産スピードと、弊社の原材料ミックスで、弊社の商品を作る生産速度がやっぱりまだまだ乖離がありますので、まあ、ここによって製造効率を良くしていくことで原価を削減できると考えています。また、まあ、ロングライフで完全ようなパンみたいなものは、本当に非常に難しいので、まあ、世界で作っているのは、まあ、本当に我々ぐらいのことを考えているんですけれども、そこの、品質保証の、まあ、レベルも、もともと高かったと考えているのも、まあ、この1年間でさらに飛躍しましたし、まあ、我々独自の持っている、まあ、データというのもかなりありますので、まあ、その、
そこをしっかり守っていくことによって売上成長を安心してできると思います。で、まあ、その4つを選んでいきます。次お願いします。で、ここで、これはまあ大きなニュースだと考えているんですけれども、SBIR という、まあ、政府がまあスタートアップ5カ年計画でまあ目玉の一つとしているような、スタートアップのイノベーション、支援する仕組みで採択されました。これ第2回だ。もう、2年ぶりだった。まあ、しばらくなかったんです。第2回も2年ぶりだった。まあ、そこで、まあ、最大18.7億円の補助金交付を受けることになりました。これは本当に競争も今回激しくて10倍程度あって、本当最大規模の採択になります。で、まあ、これをしっかり活用することで、その我々の会社としての投資っていうのは、R&D 技術開発の投資なんですけど、そこを政府の支援もしっかり得ながら、決められると考えています。その微生物工学ですとか、分子工学とか、デジタルの非常にタレントもいますし、まあ、様々な大学との共同研究もしていますので、まあ、その費用を補助していただけることによって、まずその全粒穀物を高配合した、まあ、完全オパンっていうものを、まあ、もっと美味しく、もっと簡単に、もっと体に良くしていかなきゃいけないので、その基礎技術開発を進めています。まあ、その先にあるのは、パンにおいて、まあ、小麦ではなくて米を使って美味しくて簡単に体にいいもの難しいので、まあ、現場の高配合した完全オパンに応用していく技術開発も必要になると思います。まあ、そうすることによって、穀物の新規事業も作っていきますし、より多くの方を健康にすることができると思っています。まあ、今期に関しましては、これ含めてないので、まあ、業績予想の修正はないんですけど、予期以降に関しましては、まあ、ポジティブな影響があると考えているんですけど、まあ、このあたりはまだ採択決定されたばかりですので、まあ、事務局とご相談しながら、適時回避していきたいと思います。じゃあ、最後ですね。で、海外に関しましては、やはりまあ、海外事業だから赤字でいい、大赤字でいいってわけにはいかないと思っています。てか、そうしなくてもいいと思います。その会社全体で黒字の中で、海外をしっかり伸ばしていく。そして、海外を一気に伸ばせるような手前まで持っていくってことが大事だと思います。で、我々は輸出と、まあ、現地製造2つあると思います。で、輸出に関しましては越境 EC という形で、まあ、今、こう日本のものすごく人気ですから、それは香港とか日本のものをそのままシールを貼って売ってるものがむしろ人気だったりするような地域がありますので、まあ、そうした意味で日本のものをそのまま売っていく。で、まあ、我々の強みであるオンラインとか販売をしていく。ないし、コンビニ様とのネットワークを使わせて、まあ、香港でまあ圧倒的であるセブンイレブン、100店舗入れさせていただく。まあ、こういったことがまずある。で、まあ、次に、まあ、先ほど少し述べたんですけども、現地のパンメーカーと大手メーカーさんと組んでいくやり方もあると考えています。まあ、製造拠点を持っていて、販路を持っている。まあ、スーパーとに販路を持っている。まあ、だけれども、まあ、普通のパンの販売、普通のパンのまあ生産と販売が主であって、価格競争に苦しんでいるところが、弊社の無形資産と組み合わさる技術力とか、マーケティングノウハウとか、ブランディングを組み合わさることで、より高付加価値なものを提供できると考えています。まあ、そうした提携の仕方があるのではないかと。で、まあ、具体的に考えているけども、まあ、良いニュースを出したいと考えています。はい。じゃあ、駆け足になったんですけれども、時間にもなりましたので、こちらで説明を終えたいと考えています。ありがとうございました。それでは、これより質疑応答に移らさせていただきます。まず、最初のご質問を読み上げさせていただきます。黒字幅からして、多少の変動要因で赤字着地をする可能性も高いように見えます。通期黒字の見込みを維持できる根拠を教えていただきたい。こちら、ご回答お願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、そうですね。まあ、このタイミングで修正させていただいているので、まあ、ある程度、織り込んでいたりとか、まあ、事実がもう積み重なっているものも多いと考えていますし、当然、ネガティブな要因があれば、半年の間にも、リカバリーのプランを、まあ、考えて実行することになるとは考えているので、黒字化が達成できる見通しであるとも考えてますし、まあ、その見通しを達成するのは我々でもあるので、まあ、達成する覚悟であることだと考えています。で、まあ、より具体的に話すと、まず一つ大きいのは、まあ、その値上げに成功したっていうことは、まあ、一つあるかなと考えています。まあ、これはもう8月に実施して、もう10月半ばですから、まあ、ここに関してのそのネガティブの影響が想定より少なかったっていうこと自体は、まあ、一定固定的なことかなと考えています。まあ、我々の商品の、まあ、クオリティっていう
ものとプライシングのバランスっていうものが、良かったんだと考えています。あと、原価削減も、いわゆるそのチャレンジングなものもあれば、確実なものもあるんですけども、外人性の高いものを織り込んでいます。我々今回やはり業績予想を修正することは重く捉えているので、出した修正予想に関しましては、確実に達成するということを非常に重視しているので、達成できるか達成できないかわからないようなものを出しているつもりはないです。そうですね。あと、コストに関しましても、細かくコントロールしています。ファイナンスチームの方で細かくコントロールして、次期借金に対して、しっかり管理して、そこも何かあっても止められると思って大丈夫だと思っています。あと、そうですね、チャネル構成比も、今の予想から外れる可能性は、低いと考えています。先ほど述べた通り、小売店様の動きっていうのは別に毎月あるわけで、例えば半年に1回大きな動きがあったりするものだと思っていて、そうしたものも含めて、予想が大きく外れる、チャネル構成外れることはないかなと考えています。います。ですので、この修正した予想に対して、しっかりできると考えています。営業利益額が小さいので、営業利益額の小さな上限で、その割合とは大きく変わりますけど、我々の中でやはり黒字化するっていうことは、一つエポックメイキングの事象だと思っていて、そこは重視しているので、少し変動しちゃったから赤字になっちゃいましたみたいなことはならないように、なると思いますし、していきたいと思います。はい、以上です。ありがとうございます。続いての質問を読み上げさせていただきます。今期は黒字化優勢のために、海外展開に関しては勢いを抑えているようにも見えます。現状に対するベースフード社の考えや評価を教えていただきたい。社長、よろしくお願いいたします。はい。それはそうだと思う。まず思っています。10年より、日本の会社で海外展開に成功している会社というのは、日本で圧倒的に勝っている会社だと思っていて、海外展開というのは当然マザーマーケットで不利になるものだと思います。それはアメリカの会社が海外展開するときも同じだと思っていて、もちろん一般論ではありますが、日本で勝つ確率を下げてまで海外展開するべきではないと。日本でしっかり勝つことが海外展開につながると考えています。コロナ前もアメリカ展開やっていまして、コロナ禍で戻ってきてやめましたけど、その時から意識していることも、やはり圧倒的な商品力や、例えばブランディングとかあれば、ローカルでそこまでしなくても勝てると思いましたし、商品があんまり美味しくなかったりとか、すごい値段高かったりとかする中で、販売するのは非常に困難。そういった意味では、ベースフードの今の商品は、世界展開できるような商品を作ってきていますので、そういった意味で、海外の売り上げイコール、我々の海外成長の進捗ではないと思います。特に、今期というのは、海外戦略が定まったかなと思っています。つまり、越境 EC という形で、日本のものをそのまま食べたいです、みたいな、日本のもの、メイドインジャパンのものをそのまま食べたいです、みたいな需要に対して、そのオンラインで販売して、広くオンラインで販売すれば、どのマーケットが可能性が高いかが分かって、そこに関しては、日系のコンビニがある場合とか、AI のある小売店さんもある場合は、ここに入れさせていただく。で、そこも見ながら、大きいマーケットだったり、重要なマーケットに関しましては、その実績もありますし、現地メーカーさんと組ませていただく。これは逆に、そのコロナ禍の前に、我々がアメリカに法人化で全て自分たちでやろうとした時よりも、むしろ売上高成長の改善性も高いと思いますし、その費用面のリスクも低い。そういう、やり方、戦略を実証していたっていうことかなと思います。ありがとうございます。続いての質問に移りたいと思います。3つ目の質問です。売上層の減少の主たる要因は卸とのことですが、今後の見通しや何を改善すれば回復しているのか教えていただきたい。そうですね。
まあ、一つあるのは、日配惣菜パンの導入、および、自主回収からの回復というのは、特に自主回収から回復ということ自体は、再現しないことを当然目標としてやっていますので、再現しなければ自主回収から回復することはないと思いますし、毎日あったとしても一度自主回収をしっかりやっている。もちろん自主回収自体が悪いというよりは、当然素早く自主回収することは当然社会的責任として大事だと思うんですけど、自主回収にならないようにすることは当然大事だと思うし、自主回収は一度やっているので、そういった意味でも、初回よりはうまく対処できるとも考えている。で、日配惣菜パンに関しましても、しばらくそこに依存するような、今後の成長戦略というものは作ってないところですけど、一度やっているので、様々なデータもありますから、何が、伸びしろなんてことはよく分かっているつもりなので、その再チャレンジ、初回と比べると、可能性は高いと思いますし、その見通しを立てるときに、そうです。今の二つは、再現しないと考えているし、再現したとしても2回目というのはうまく対処できると。あとそうです。やっぱ見通しの立て方というところに関しましても、やはり我々定期購買中心にやってきましたけれども、コンビニさんでの導入に関しまして、より精度を上げていく。ここも、やり方はあると思って、可能かなと。で、その業績に対して、離脱してるって話と、成長してないって話は別だと思って、成長に関しましては、やはり、この規模感でプラス50%成長ってやはり難しいと。やっぱりその、物のオペレーションがありますので、プラス50%非常に何高いと、プラス10から30%成長というのは、この規模感からすると、かなり業界水準から見ても、急成長と言えると考えています。世界的に見ても、この売上規模で、この売上成長という、その食品スタートアップし、食品グロースはあまりないと思います。ここは、もちろん無断は許さないんですけれども、R&D、もともと強化してます。もうすでにタレントも採用できたし、政府からの補助も得られますので、ベースフードの基幹となるような原材料の生地というのが、もっと美味しくなっていく、もっとコストが下がっていく。そこがしっかりできると思いますし、あとバリエーション転換がより容易になっていく。そうした中で、例えば、こしあんを定期購買で買って、好転でも販売した。その所属がすごく好調であるとか、あるいはそのシニア世代に、例えばそうですね、老人ホーム等の戦略的展開もあるかもしれない。そうしたことを、やり続けるってことは変わらないと言っているので、業績予想は修正したけど、堅調な成長はしている。で、堅調な成長は継続するし、業績予想を修正した事象は再現しないし、再現したとしても2回目なのでうまく対処できると考えています。はい、以上です。ありがとうございます。四つ目の質問でございます。今後も継続して R&D の成果によって原価や生産効率の向上は期待できますか？また、その成果はどのようなスパンに出てくるか教えていただきたいです。こちら、よろしくお願いいたします。そうですね。はい。もちろんそう考えてますし、加速できると考えてます。現時点でもベースフード美味しいって言っていただくんですけど、で、そして当然、創業時と比べるとはるかに美味しくなるけど、でもやっぱり例えば、非常に人気のアンパンであったとしても、パンの生地自体は、やはりその、えぐみがないかと言われたら、一定はあると思いますし、先ほど述べた通り、意識的にえぐみを感じられなかったとしても、無意識化で感じている部分があるので、それがその食べやすさ、また食べたいっていう気持ちだったりとか、あとアンパン自体のですとか、そうしたものに対して相殺する部分があります。食感に関しても、ベースブレッド食パン、非常に売れてますし、美味しいって言っていただきますけど、やはり一方で、やっぱ硬さがあったりとか、少し乾燥した感じがあると思います。そういった意味で、香りに関しても、食感に関しても、味覚に関しても、これは科学的なブレイクダウンすると、味覚の成分、あと香り成分とか、その硬さとかの引っ張り強度とか構造とかと、美味しさに関しても味覚とか、
まあ、いろいろあるんですけど、そこに関しましては、特にプレーンなものに関しては、もっと、よくできると考えていますし、まあ、それをよくすることによって、チョコとかアンパンとかも改善していけるので、まあ、我々オイスターの目標も掲げているんですけど、もっと改善余地はあるかなと考えています。で、パンに関しましては、そうですね、まだまだ差し入ってきてないと思っていて、例えば食パンプレーンに関しましては、まあ、ちょっとこれは別に狙ってやってるっていうわけではないと思うんですけど、2四半期連続で美味しくしたりとか、まあ、本当に技術開発としては、本当に美味しくして簡単に体に良くすることをやってくれてますので、それは本当に3年とかに、完成に近づけていくような形でやってますので、それは本当に、よく通も、その後もしっかりタイミングだと思う。ありがとうございます。ご質問を多く頂戴しておりますが、終了の時間も迫っておりますので、次のご質問を最後にさせていただきたく存じます。補助金についてご質問を頂戴しております。基本的には上限に近い金額が将来的に特別利益に計上されるのか、また、本研究に関連する費用は補助金の額と同等かというご質問を頂戴しております。こちら、社長、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずそうですね。先ほど述べた通り、そのあたりの具体的な、ご案内やり取りというのはこれからだと考えますので、まあ、この場で、あまり大コミットしない方がいいと考えています。我々が知っていることは、第1回採択の時どうだったかという話を、まあ、第1回採択した人から聞いたりとか、いうことはできますし、事務局からすでに案内している場合もありますけども、採択後の対応というのは採択した後に、より細かくご案内いただけると考えています。で、本当に先週、採択の公表があって、我々もそこで知りましたので、まあ、これからだと考えています。で、そうですね。まあ、すべてが重複しているわけではないと考えています。当然、フェーズ2の研究活動のすべてを、まあ、この補助金で賄うってわけでもないと思っていますが、まあ、ただ、まあ、我々、授業としてはシンプルな授業ですので、まあ、研究開発費に関して、まあ、18.7ってかなり大きい金額、これは人件費含めて大きい金額であるのが分かっていたので、まあ、我々がこの SBR がなければできなかったこと、やらなかったこともあるということを考えると、まあ、その SBR によってもともと発生すると考えていた、やらざるを得ないと考えていたことに関しましても、補助をいただくという形ができると思いますし、我々の本当に持ち出しだったら赤字になっちゃうからできないよねっていう ROI のものもチャレンジできるとか、あるいは同じ ROI でもボラティリティが高いような、開発ってあるので、より基礎的な開発。まあ、そうしたものに果敢にチャレンジできるって言います。ので、ちょっとお答えになってるかわからないんですけれども、まあ、具体的な案内があってから、より良く機とかへの影響というのは出したいと思っている。現時点でわかることとしては、まあ、我々の研究開発、もともと当初予定しているよりも大きい、技術開発の予算で、我々がもともとやろうとしていることも、補助を活用しながら、さらに、ボラティリティが高くてチャレンジできなかったようなこともチャレンジ。まあ、それによって、我々が美味しい簡単体にが作れる、需要を創出できるっていうペースが早まると考えています。あ、すみません。少し抽象的だったかもしれない。はい。ありがとうございます。それではお時間になりましたので、ベースフード株式会社2025年2月期第2四半期決算説明会を終了させていただきます。なお、冒頭でも申し上げましたが、終了後、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。この後、画面が切り替わり、
アンケート画面が表示されます。アンケートへのご回答、何卒よろしくお願い申し上げます。本日は週初めお忙しい中、ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。